金沢でスポーツ観戦やスポーツを楽しみたくなる番組、直撃金沢アスリート。今回はこちら、北国銀行ハンドボール部ハニービーをお届けします。北国銀行ハンドボール部ハニービー、日本ハンドボールリーグに所属する女子社会人ハンドボールチームです。チーム名のハニービーは、小柄なのによく動き活躍する働き蜂に由来します。チームマスコットは蜂のドリーちゃんです。日本ハンドボールリーグの2021-22シーズンは史上最多の8連覇、9度目の優勝に輝きました。日本最強のチームを率いる三河鳥監督に伺います。三河鳥監督、リーグで9度目の優勝、そして最優秀監督賞の受賞、おめでとうございます。ありがとうございます。本当に強いですね。いや、本当に選手が頑張ってくれて、はい、史上最多の8連覇ということですけども、はい、そうですね、やはり新記録ということでプレッシャーもあったんですけども、はい、まあ、本当に8連覇できてまずはホッとしてます。強さの秘訣というのは、監督、まあ、うちはもうエースが誰っていうんじゃなくて、チーム力でとにかく出てた選手が自分の役割を果たしていくということをスタイルにしてますので、それがまあうまく噛み合った19試合だったと思います。さあ、そして東京オリンピックに出場した須波選手、塩田選手、そして元日本代表の川田選手、3人の選手が引退されました。この8連覇の前はなかなか勝てそうで勝てない時期が続いてですね、その苦しい時期を知っている3人だけに、このまた今の黄金期と言われるこの期までを支えてくれた3人には本当に心から感謝したいと思います。ハンドボールで培った経験をですね、次のセカンドステージで花咲かせてほしいなと思います。そうですね、はい、そして、若手の選手の活躍もあります。中山選手、プレーオフで MVP の獲得、そして相澤選手はレギュラーシーズンで得点王など、この中山選手というのは監督から見ていかがでしょう。かなり高い打点からのシュートで、なおかつ腕のしなりがあるシュートで、なかなかキーパーがこう出どころが見えないというか、シュートコースが限定しにくいシューターだと思いますね。相澤選手はもう自分が打つだけじゃなくて、パスであったりフェイントであったり、それをハンドボールに必要な要素を全て兼ね備えている、まあ、有能な選手だと思いますね。大きな期待がありますね、はい、楽しみです、はい、新シーズンへの思いなどもぜひお聞かせいただきたいんですけども、昨シーズン優勝したメンバー、中堅若手がですね、その経験をさらにレベルアップさせた中で新しいチームとして構築していければ結果を残せるかなと思っています。さあ、では監督、選手の皆さんにもこの後お話を伺っていきたいんですけども、今回はどんな選手ご登場いただけるんでしょうか。はい、まず唯一の地元選手で、今度まあ塩田たちが引退したのでチームの最年長になります深田彩香と、はい、あと左利きで山口恵梨香、うん、これが右バックプレーヤーと右サイドをやれるチームとしての貴重なサウスポーということで、はい、その2人を紹介したいと思います。さて、深田選手、山口選手、今お二人スポーツにハマってるとお聞きしたんですけども。私はサッカーに夢中になってます。そして山口選手は野球です。今はどんなチームを応援してるんですか。まあ、よく見るのは川崎フロンターレさんとか、はい、FC 東京さんとか、はい、名古屋グランパスさんとか、見ているというのはこう何か観戦に行かれたりですとか。本当は見に行きたいんですけど、やっぱちょっと練習の関係上見に行けないので、はい、ダゾーンで見ている感じです。うわーとか頑張れとか声とか出たりします。点入った時はよしみたいな感じです。山口選手が今夢中になっているのが野球ということですね。はい、はいはい、特に応援しているチームとかあるんですか。まあ、読売ジャイアンツです。なんか何でも推しの選手がいると聞いたんですけど。坂本選手です。かっこいいですよね。かっこいいですよね。どんなところが
オンとオフの切り替えがすごいなって思って、もうそれに、ね、キュンってまあそれ以外にも休日のこうリフレッシュ方法として何か趣味ですとか今ハマっていることがあったらお聞きしたいなと思います。最近は映画とかをよく見に行ってます。最近見た映画で面白かった映画は何ですか？ラジエーションハウスを見ました。月9のドラマにもなっていた。そうです、そうです、面白かったです。洋画邦画のこだわりはどうですか？は特にはないんですけど、結構ちょっと感動するのとか、なんか家族の話とかそういう系のは好きです。なるほど。そして山口選手にもプライベートでの楽しみ。最近アイロンビーズにハマってます。アイロンビーズどんなものですか？ちょっと持ってきたんですけどいいですか？はい、ぜひ見せてください。これ私のユニフォームの番号で。わあ、かわいい。まあ、ちょっと全員分作れてないんですけど、あの選手分もちょくちょく作ってます深田選手の。深田選手まだなんです。これチャーム以外にも何か作ってみたいものとかあるんですか？なんかのその何でもいいんですけど、キャラクターのものとかもちょっと作れたらいいかなと思って、あのチームキャラクターの。ああ、ね、頑張ります体験金沢アスリート。さあここからは選手の皆さんが普段しているトレーニングを私も体験させてもらいます。教えていただくのは松倉みのり選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて今回はどんなことを教えていただけるんでしょうか？そうですね、今回は私のポジションでもあるサイドからのサイドシュートを体験していただこうと思っています。サイドシュートっていうのはどんなシュートなんですか？サイドシュートはですね、はい、コートの中の端っこのところから打つシュートになってます。この半円が書かれていますが、この半円の一番角度のないところから打つシュートです。真ん中の方は、はい、ディフェンスがいっぱいいるんですけど、サイドはもうディフェンスが1人しかいなくて、キーパーと1対1の駆け引きがよくできるシュートになっています。では早速サイドシュート、松倉選手お手本をまずお願いします。はい、はい、パサーを担当するのは前田みのり選手です。はい、おお、力強い。3歩なんですけど、右利きの方は左、右、左でジャンプして打ちます。ではお願いします。はい、行きます。はい、左からです。1、2、3、ジャンプ。あ、いいですよ、歩数全然いいです。歩数もしっかり3歩左から踏めていたので、はい、すごい上手でした。試合ではここにキーパーがいて、そのキーパーとのこうせめぎ合いっていうのが、そうですね、一つ醍醐味になってくるんですよね。はい、そうです。なるほど。少しですけども体験させていただきました。松倉選手ありがとうございました。ありがとうございました。ここからはカードトークです。お二人の前には5枚のカードを用意しました。この中から好きなカードを1枚選んでいただきたいと思います。はい、ではマイクを持って。うるおぼえがきドリーちゃん。お、絵心ないんですけどちょっと挑戦してみようかなっていう。わかりました、はい、じゃあせっかくなので山口選手にも書いていただこうかないいですか？ではドリーちゃん完成しましたのでお二人に披露していただきましょう。ドン。あ、かわいい、お二人とも二人なんとなく似てるでしょ？似てないですか？ちなみにあの私の腕のところにこのドリーちゃんのイラストが描かれているんですけども、深田選手かわいいですね。目がクリッとしたドリーちゃんでちょっとうまく描けたと思います。ア
愛らしくて可愛い。ありがとうございます、ね、自分の中では何点でしょう。90点お山口選手のドリーちゃん、はい、こちらはね、はい、全身を描いてくれました、はい、あの特徴は捉えてますよね。そうですよね、そちらをベースにアイロンビーズというのも。あ、頑張ります。いかがでしょうか山口選手の中で何点ですか。100点満点。素晴らしいでは続いて山口選手カードを引いてください。新シーズン私のここを見て。やっぱり昨シーズンは怪我で全然試合出れなかったので、まあ、ずっとビデオ撮ったりカメラ撮ったりっていうことばっかりしてたので、まあ、そんな私じゃなく試合で、まあ、コートに出て誰よりももう声出して走り回っている姿を見てほしいです。では前田選手と松倉選手に新シーズンへの思いを聞きます。昨シーズンで出た課題を少しでも克服し今シーズンは自分らしいプレーを発揮してチームに貢献できるよう頑張ります。新体制となって試合に出る機会も多くなってくると思うんですけどその中で自分らしく今まで学んだことを出せるように頑張ります。頑張れ北国銀行ハンドボール部ハニーピー。公式 SNS ではチームや選手の最新情報を紹介しています。ぜひチェックしてみてください。